というわけで今回も始まります。岡山グルメというわけで始まっていくわけですけども、なんと左手に気になる建物を発見いたしました。こちら何ですかね。お城のような感じで、もしかしてピーチ城？ちょっと気になったので行ってみることにいたしました。今日はね、こちらのお店に行こうかなと思います。前からね、気になってた場所なんですけど、これ水島のインターから、まあ、水島の町かな、工業地帯に向かうかな、なんかまあちょっとね、今日はこちらに行こうかなと思います。めちゃめちゃ謎なレストラン、喫茶店ね。はい、というわけで今回こちらコーヒーレストプラザニューリンデンさんにお邪魔させていただきます。はい、では早速店内に入っていきましょうかね。ちょっとね、気になるメニューなんですね。ランチというか朝食、まあ、こんな雰囲気だということで、スカッシュ、何がいいのかちょっとわからないので、おすすめみたいなのに聞いた方がいいかな。こちらになりました。スペシャルスパゲッティというか、ね、いろんなポリタンの卵でペパネトチとスパゲッティ、はい、一応まあ、いわゆるヨーグカツのようデミカツ丼とか、あとまあハンバーグ系が手作りなのでハンバーグ定食とか、はいはい、シーランチとかハンバーグとエビフライとか、そういうのがおすすめになります。あ、シーランチ、はい、あ、じゃあシーランチで。シーランチされました。はい、かしこまりました。はい、かしこまりました。ありがとうございます。というわけで、シーランチを注文させていただきました。で、メニューがですね、400種類あるということでですね、まあ、迷う方、ちょっと見るのがしんどいなという方はね、こんな感じで、簡単なメニュー表もありますんで、ぜひチェックしてみてください。そして、こちらが店内風景の一部でございます。漢字的には中世ヨーロッパの、漢字かなと思いますね。非常にゆったり時間を楽しめるかなと思います。まあ、こんな感じでね、ヨーロッパの建築物の絵が並んでますね。はい、でやはり結構アナウンサーの方も来られてるというわけです。まあそれでお子さんと一緒に来るのもね、いいかもしれないですね。はい、こんな感じで、店内は本当にいい感じでした、ね、皆さんも行ってみてください。撮影もね、全然大丈夫なようなんで、一声かけて、撮影してみてください。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。うちも全部自家製。ああ、そうなんですか。ハンバーグもエビフライも自家製です。エビフライホタテも手漬けでしてます。グラタンも自家製ですし、ソースのデミグラスソース、タルタルソース、ドレッシングも全部自家製でしてあります。はい、そうなんですか。でお味噌汁も小島のひなずる味噌というお味噌、いりこだしからだったりとか、すべて自家製で作って。じゃあ早速いただこうかなと思います。うわ、やばいな。食べようか。うわ、もうでもずっしり。
ちゃ柔らかい。うん、うまっ。ハンバーグ、うん、エビフライが結構ガッツリ中が大きいっす。うまっ。クリーミーですね。お疲れ様でした。今日はね、こちらお店お伺いしたんですけども、中世ヨーロッパみたいななんか雰囲気がするとってもいい場所でした。まあほとんど結構ね、何種類かはその自家製で作ってる食べ物ということです。ケーキとか、まあそのハンバーグとかエビフライとかいうことですよね。で、まあメニューとかも400種類ぐらいあって、まあレストランの中、喫茶店の中では結構多い方かなと思います。で、まあ創業がね、今年で52年ということで、結構長い時代からやってるということでね、はい。でこんな感じですけど、意外といい場所というか入りやすい、中入ったらもう自分のものだみたいな感じでね、本当に落ち着くスポットかなと思います。ぜひ行ってみてください。ありがとうございました。ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。